ロシア反ドーピング機関、ロシアは、ドーピング機関、英語、ロシアのアンチ、ドーピングエージェンシー、ロシア語、税、税は、世界反ドーピング機関検証と、ユネスコによって2005年10月19日に採択され、ロシアが2006年12月26日に批准した、国際反ドーピング条約に従い、ロシアスポーツ省の主導で2008年に創設された。 国立の反ドーピング機関である。ロシアアンチドーピング機構とも表記される。2008年5月1日、ロシア反ドーピング機関は、ドーピング検体の収集と輸送を開始。2008年北京オリンピック前の課題は成功理に解決された。3000以上の検体を収集し、各国代表チームに教育的、方法論的資料を配布。セミナーを行い、 チームドクターの審査も言った。北京オリンピックにおいて、ロシア代表選手団のドーピング検体から、陽性反応は検出されなかった。2009年、ルサダが作成した、ロシアの反ドーピング法が、世界反ドーピング機関の検証に一致すると、世界反ドーピング機関から公式に承認される。同年、ルサダは反ドーピング機関協会に加入した。 2012年のルサダの主要なイベントはロンドンオリンピックで大会準備期間に反ドーピングイベントを行った。その他の重要なイベントは2014年のソチオリンピックに向けた準備と2013年ユニバーシアード火山大会の準備だった。また2013年にモスクワで開催された世界陸上競技選手権大会の準備と7人制ラグビーの ヨーロッパ選手権の準備だった。2012年、ルサダは ISO9001-2008 を取得。2015年11月9日、ルサダの活動は世界的な不祥事を巻き起こした。翌11月10日、ロシア陸上競技連盟のドーピングに関する独立委員会の報告に基づき、和田はルサダのモスクワ研究所の資格を停止した。11月18日には、 ルサダは世界アンチドーピング機関から反ドーピング規定を守っていないと批准手を宣言された。その結果、しばらくの間ロシアは陸上競技に限らず国際大会の招致、開催が難しくなった。ありがとうございます。